はいどうもおはようございます。速可塾の限定動画をご覧の皆様、そして FX オリガルヒの皆様、本日10月31日火曜日朝6時半の相場解説ですけども、最初に申し上げておきます。今日はやめておいてください。今日は軽く見るだけにしておいてください。一日中見なくても構いません。私の更新頻度も今日はぐっと落とします。まあ、というのがね、日銀が今日は15時半から、あの、総裁が発表するんですよ上田総裁がね。 まあこれによって今日は荒れまくると思いますけどもその前段階で日銀が金利操作を再修正するというニュースがもう入ってるんですよでその影響を受けてご覧のようにここにね陰線が深く刻み込まれてますよねこの陰線の形って特徴的じゃないですかもう説明はいちいちしませんけどもでこれはあの上昇トレンドからもしかしたら下落トレンドに変わるつまり移動平均線のね下の方に顔を出す可能性もあるんですよ だからちょっとね、今日は少なくとも見ておかないとなっていうところです。日銀が金利を再修正するってことに関して、これから円高がね、始まるかもしれないんですよね。これがファンダメンタルなんですよ。で、4時間の方を見ていきますけども、4時間ご覧いただくと移動平均線の下に完全に出ちゃいましたね。ズドーンという感じです。ここの一進一退のレンジも完全に超えていきましたしね。うん 下の方に行っちゃいましたそのまま行ったっきりになる可能性があるんですねこれはねまた円安の方向に戻るというよりもこれからの植田総裁の発信によっては一定期間円高の方向に進むってことを十分考えられますだからここまでずっとね150円151円の方を目指してやってきたわけですけどもまあそれもついに終わりかなってとこですね一定期間ですけどね 1> で1時間なんてのは完全に下の方に行っちゃいましたでこちらで下支えする力があるっていうふうに昨日申し上げましたけども火曜日になったら分かりませんよってことですよね一旦は踏みとどまったわけなんですけども結局はトリプルトップを破った形になりますトリプルトップじゃないトリプルボトムを破った形でファンダメンタルがズカーンと突き刺さりましたよねでこのぐらい日銀の発言っていうのはね力を持つわけですよテクニカルをぶち壊すほど うん、だから長期の軸でファンダメンタルで勝負してる方っていうのはまあまあ見えやすいかなと思いますよねはいということでね、えー、今日はあのー、見ないようにした方がいいと思いますあんまり見てもしょうがないかなってとこですね再度トップ画像を見せておきましょうか、えー、もう時間は分かりませんけども日銀政策金利会合がありましてそれから上田総裁の会見が15時半からあります あの別にリアルタイムで上田総裁のね発言を聞く必要はないです、えー、もちろんねコンサルの方はあの発言に合わせたあのエントリーっていうのがあったりとか場合によってはトリガーをかけて放っておくっていう方法がありますんでね,ねそちらの方を使っていただいてもいいんですけども通常のこの放送をご覧の方は今日はもうやめておけってことですあの分かりませんからねすごく乱れるだろうっていうことだけが分かりますんで、えー、お話し,したように今週は月曜日昨日は勝負できたでしょあと木曜日だけですうん明日もうん わけわかんないです <laughs>。まあ明日はまあ割と緩めですけどもね。それにしても普段の水曜日よりは荒れると思いますよ。で、金曜もどっちかっつうとね、あのー、日本史上11月3日休みですし、やらない方がいいかな。と思うともう木曜日しか残されてないかなってことです。とりあえず本日火曜日はおとなしくしておきましょう。一日見なくてもいいぐらいです。えー、それでは以上です。お疲れ様です。